こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー内間でございます。はい、特に、公認心理師、臨床心理師は、病院、企業の相談室、それから少年院や犯罪被害者相談室、大学のカウンセリングセンターに、リハビリテーション施設、学校、相談所など、医療、福祉、司法、教育、産業などの領域で働くことが多いです。それに対して臨床発達心理士は、